はいこんにちは長田薫です今日はブツが届いたんでそれをねお見せしようと思うですよあのモバブですモバイルバッテリー早速ね開けていきたいと思いますよあれなんだよね最近さ Twitter でさこう女優とかタレントをさ何々が可愛いいとかって言ってたら すげえ今食ってたらさ、指摘されきったよ。<laughs> 一目惚れツイートがさ、ちょいちょいしてますよね。そりゃするさ。女の子が好きだからね。男より女の子です。男より女の子ってなんでようわからんけど。はい。イングレス、パワーキュープ。うん。来たね。あのー、前にさ、 チーロっていうところの、チーロハンディっていうバッテリーをさ、お見せしようとしたと思うんだけども、あの、結構大人デザインのね。で、そこが、イングレスのバッテリー、公式バッテリーを出したですよ。で、うちのスタッフもさ、すげえいっぱい買ってる人いて、多分ね、積み上げたら、こう、金の延べ棒がこう積み上がる感じに見えるか、ようわからんけど、<laughs> それぐらいいっぱいみんな買ってるんだけど、それをね、 今日、届きましたよ、俺の方にも。うん。ちょっとね、イングレスって知ってるあの、グーグルがね、やってる、なんて言うんだろうな。リアル位置ゲーみたいな。グーグルマップ上の中で陣取りゲームするみたいな、ものなんですよ。それの公式バッテリーですよ。うん。はい。っていうことで、ちょい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 。こんな感じです。 ね、今ビニールがこう被っちゃってるんで、あれなんだか、ちょっと取っちゃうね、ポンと。おいし、きた。本体がまず入ってますと。で、中に、中ここ開けられるようになってる。おおはいはい。お、これあれじゃないのバッテリー入れるやつ。これきっと。こう、こう入れるんだな。こう入れるんだろう、これ。 イングレスって書いてある。で、あと、充電用のこの USB ケーブル。これはまあ、普通のやつだね。そして、その、イングレスって一元の中で使える、このシリアルナンバー入りのね、こう、コードか。特典コードが書いてある。こういうやつだね。イングレスの中で使えるアイテム。であとは、問い説。セうん。チーロ。チーロですよ。 はい。うん。ちゃんと、日本語と英語とドイツ語とフランス語とスペイン語。うん。イタリア語はないのかな <laughs> はい。ということで、ちょっとこう、早速剥がしちゃおうかな。おい、ちょっとうるさかったごめん、ごめん。こんな感じです。おー、液晶が、てら るるねほら上にもう照明があってわかるここら辺こここう見てここら辺を見てくれるとかのキラキラしてるよこれこう見る方向でこうキラキラするっていうやつなんだ昔さ俺の時の世代とかさカード出すゲームみたいなのがあってさのそれのこうキラカードっていうのがあったんだけどレアなカードそれみたいな感じだねイメージ的にはこれ綺麗だなでちゃんとピントが寄らないぞ こういうね、角々しい感じになってます。ほら。こういう感じ。こっちもこう。こっち側にボタンが、電源ボタンとなんか丸っぽいボタンがあるのと、これはね、下側だね。下側にバッテリー自体の充電用と、あとはスマホとかタブレットをね、充電するポートがあります。二つポートがありますな。 うん、2アンペア ?2.1 アンペアを用と1アンペアなんで、2.1の方はタブレットで使って、1の方はスマート、スマホでいいと思う。おーい。お、わかった今。ほら、こうやってキラキラ光りますと、ねこれ綺麗だな。これ男心くすぐんな。で イングレスはこうやって緑と青が象徴的にいるんだよ。緑チーム、青チームみたいな。青がレジスタンスで、緑がエンライテントだったかな。で、俺、俺はレジスタンスってやってんだけど、で、イングレス自体は、俺はね、最近始めたんですわ。あの、結構ね、うちのスタッフでみんなやってて、あのー、やらないのみたいな。 <laughs> やらないみたいな感じで言われて、じゃあ、じゃあ、やりますかっていう感じで、最近始めて、まだ全然、あの、初心者です。初心者だけど、俺はこういうグッズをね、ちゃんと公式グッズ買って、あれですよ、形から入るタイプだから、俺。<laughs> 何でも、こういう感じです。まだレベル3、俺。で、俺の会社のね、この、 ンの会社があるで、これは、陣取りゲームなんで、取り取られみたいなね。だから明日になったらもしかすると、アンドロイダーのこの会社のところは緑色になってるかもしんない。っていうやつなんですよ。日々日々やってく。で、これを世界中で今、いろいろやってて、なかなかね、流行ってるらしいですよ。これ自体、バッテリー自体は、 1万2ンペアアワーうん。1万2ンペアアワーっていうことなんで、俺がさ、ずっと使ってるさ、この、アセンドメイトセブンが4 1 0 0アワーなんで、まあ、だいたい2回ちょっとみたいな。容量的にはね。2回ちょっと分の、えー、容量が入ってるという感じです。で、これね、重いんだよ。実際。これ、重いし、大きい。 このさ、アセンドメイトセブンと比べても、こんなだからね。こんなあるから。でほぼ iPhone6 スプラスとかと同じぐらいのサイズ。で、厚さもこんなだから。ね。3倍ぐらいある。アセンドメイトセブンの。なので、あんまりこう、 スマホとかとさ、一緒にさ、こうやって使うもんじゃないんだよ。こいつの場合はもうこうやっても最初ケーブルはもうつけたまんま、つけたままでこういうバッグとかにこう差しときながらの、このスマートフォンには、にずっと差しっぱ。これがね、イングレススタイルだよ。わかるこれ、無くなりそうだから入れるみたいな感じじゃないんだよ。もう、もうつなぎっぱ。つなぎっぱだよ。もうずっと GPS、 もうね、ゲットしながらだ、だからもう、なくなってから入れようみたいな感じじゃないんだよ。ずっと注ぎ込んで。もうずっとイングレスみたいな。そういう感じのバッテリーです、これは。うん。かっこいいよ。ここら辺とかもしっかりなんか世界観が作られてると思うもん。ね。こういう感じで。だもうちょっとあれだな、大人の人は、ほら、こっち側がさ、ほら、こういう、 マットな感じだから、これ、これだけでもいいかもしれないね。この光るのじゃなくて。これだけで覆われた形でもいいかもしれない。もちろんその分薄くしてさ。そういうのもありだもん、ありだな。あとはね、俺白が好きだからなどうにかできないのかなでも白に緑とか青のネオンカラーが光るっていうのはあんまかっこよくないのか。うーん。 そここがちょっと個人的に、ね、ほんと個個人人的的ににね残念なところホワイトがないっていうのはこの色だけですうんこの色だけで 12,000mAh ねこのサイズで5,980円、うん、で残念なところを言っていくとえっとやっぱ重いっていうところとこの分厚さっていうところが結構大きいと思うこの光らせるために光らせるための部分がここだからさ こっちから三分の一ぐらいの厚さの部分が単純に装飾としてあるんだよ。だからそこがこの持ちにくさみたいなのは感じる人が多いと思います。うん。そこはもう見た目優先になってるんだろうなって思う。で、あと、ここの表面が、あの、テッカテカなのね。テッカテカ。もうツルツルなんだよ。なんか、ジョイとかでやったらキュッキュッと音が鳴るような感じ。<laughs> ジョイでキュッキュッって。<laughs> なので、今こうやってペタペタやってても指紋もつくし、あとおそらく、こうバッグとかで他のものと擦れた時に多分傷がつきやすいと思う、ここは。あの、単純にこの強化ガラスとか強化アクリルっていう感じじゃなくて、多分これプラスチックなんで、多分傷がつきやすいと思う。そこが、ちょっとね、あの、ネックなところだと思います。他は、 作りは結構しっかりしてる。うん。なんか USB のこの中のポートもずれてないし。なんかこの、は、この貼っつけてあるんだけどさ、いろいろパーツが。それもずれは特にないから、ものとしてはかっちり作ってあります。なんかこう落としたりするとどうなんだろうな。ちょっと怖いけどね。落としたりすると。まだレベル3なのかよみたいなコメントとかありそうだな。 俺はあれだぜ。恥ずかしさを承知の上でね、ダセーなって言われるのは承知の上で今レベル3っていうのを告白してるからね。<laughs> <laughs> なんだそれ。<laughs> 何の言い訳だよみたいなね。そんな感じだけど。またね、俺はね、ちょっとこれからイングレスをうちのスタッフに教えてもらいながら、なるべく早くレベル8まで行こうと思います。その時にはね、 もう外をずっと歩いていかなきゃいけないから、移動しなきゃいけないからさ、もうこれは必須になるんだよ。あの、は、チーロハンディ 6000mAh だと、この、アセントメイト7はさ、1回しか充電できねえから、ダメなんだよな。持たないんだよ。なんでこれでね、ちょっと、イングレスやっていこうと思います。イングレスをやる日はこれ、みたいな。 普通に飲みに行ったりするときは、チーロハンディーみたいな。というわけで、今回は、チーロのね、イングレス、パワーキューブ、お見せしました。これからでイングレスや始めるって人もぜひ教えてください。俺も最近始めたばっかだから、全然今からでも楽しめると思うわ。うん。ということで、また見てな。バイバイ